していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。転生少女はまず一歩から始めたい今者がいるとか聞いてない。シナリオはよくできているし、作画担当もエース級の良い作画担当がついているので、もしかしたらワンチャンアニメ化するかもしれない作品。内容は、なんやかんやあって異世界のつよつよの魔物が住む山に少女になって転生してしまった現代人の女が主人公。こいつが魔物に追われているところをその山の山小屋で暮らしている訳ありのクソつよな女性に保護される。ここからこのクソつよだけど、戦闘力以外がカスの山岡さんの歩みたいなメインヒロイン1のお母さんを初めて、レベリングをしつつ、イベントに巻き込まれるという漫画。この漫画のベネな部分は鉱山狼というモンスターがクソ可愛いという部分。次に、前半はレベリング漫画として面白いし、主人公の素直さや、メインヒロインの抜けている感じとかのキャラデザがベネ。で、ここからネタバレ？なんやかんやあってメインヒロインが長期間街に行ってしまい、それを迎えに行く過程で街で起こる様々な厄介事やイベントが発生、それを仲間になった初他の男の子と解決するというシナリオが中盤以降のシナリオなのだが、ここのあたりからもしかしたら人を選ぶんじゃないかな？って思う感じ。というのは、この漫画は主に女性作家が作る傾向が高い、和をもって尊し、という作風の作品なので。で、この漫画は主人公に対して対立したり、やっかみをかけるようなクズが出現するんだけど、こいつらはこの漫画ではざまーされません。こいつらはこの漫画ではざまーされません。大事なことなので二回言ったので、この漫画はそういったナロー系のテンプレのざまー漫画ではないって部分が得意であり、ざまーを期待して読んでいる人には物足りないかな？って感じの、とにかく主要人物の二人がアマちゃんの漫画、何でもかんでもザマー作品にする必要もないので。ただ、主人公にやっかみをかけたり、不利益をかぶらせたクズがザマーしないってのは、おまんじゅうの好みの話なんだけど、おまんじゅう的には読んでいてスカッとしない。お正月に新しいパンツを開けて履くようなスカッと爽やかな気持ちにはならない。ただ、そういう感じじゃない。ザマーなんて必要ねえんだよって人には合うと思うのぜ。あくまで縁側方が好きなおまんじゅう好みの作品じゃないってだけの話で。この漫画がつまらないとかそういうんじゃないのぜ。それに、人間というのはパーペキな生物じゃないから、昔はクズでも、ある時自分のクズさを顧みることでクズ行為をしない人間になるかもしれないからね。そう考えるとある程度のクズ的な振る舞いを社会全体が許容することで、そのうちの数パーセントは将来、神的にいい人、になるかもしれないしね。まあ、大抵のクズは一生クズのままなのぜ。作画もクソ綺麗だし、鉱山狼は可愛いし、シナリオもしっかりできている。アニメ化狙えるんじゃないかな？って感じの作品。幼馴染のS級パーティーから追放された聖獣使い。万能支援魔法と仲間を増やして最強へ。モノフスっぽい祈りが軽い感じがベネな。テンプレなロー系漫画。シナリオは故郷の村の幼馴染たちと冒険者を始めたが主人公は、聖獣使い、なる。カスのジョブが茶を引き当ててしまったために幼馴染パーリーで荷物持ちの雑用をさせられているという感じ。ここにクズのカマセイヌの勇者が現れて、ダンジョン攻略中にテンプレ通りに主人公はクズの勇者とその共犯者のカマセイヌの戦士の男におとりされたりする。その過程で、そのダンジョンにいた聖獣のフェンリルを仲間にして、自分を放逐した冒険者パーリーをざまーして、ガンガンモンスターをテイムしまくってという感じの漫画。漫画として面白い部分は、ジャブ台返しがお上手な部分で、例えばブリブリザエモンのような常に強い者の味方みたいなお調子者がいたり、お前、絶対許さないからな、みたいな思わせぶりからワンパンで沈むカマセイヌとか、あっさりしているというか、ノリの軽い感じが読みやすい。この漫画は典型的な、ナロー系作品なので、聖獣使いというのは一生聖獣を仲間にできないで終わるって感じなのに、フェンリルを仲間にした後は、ただのモンスターだろうがガンガンテイムするので、お前の設定がバガバやんかって感じだったり、聖獣使いとしてテイムする以前に主人公はクソ強のバガーであったりして、ナロー系って感じ。というのは聖獣使いというのは聖獣なる特殊レアモンスターしかテイムできないから、聖獣使いってジョブは茨の道だよって説明なのぜ。ところがこの主人公の能力は、テイムしたモンスターを聖獣にするっていうチートで、この辺の雑な感じがナロー系って感じで慎み深いので、文句を言っているんじゃなくて、ナロー系ってのはそういうガバガバな僕が考えた最強の漫画。
って感じがいいのぜ。だからこんな感じでいいのぜ。まあ、初めは物を生き物に変えて、その生き物を攻撃したダメージが相手に跳ね返るって能力だったのに、いつの間にか動物か人体パーツを作る能力になってたりとか、別に典型的なナロー系作家があれなだけじゃないからね。大人は嘘つきじゃないのぜ。忘れっぽいだけなのぜ。とにかくノリがめちゃくちゃ軽い作品だし、ガンガンチートするし、ナロー系が始まったばかりの、玉石混交のアレナ時代のアレナ作品を追体験できるようなそんな古き良き作品、姉の身代わりで婚約したらなぜか辺境の聖女と呼ばれるようになりました。普通にすげえなって感じの漫画、シナリオは、何でもできる彩色兼備の悪役霊嬢みたいな姉を持つ妹が主人公。こいつの姉は自由奔放で飽き性、さらには何でも割りかしすんなりできてしまうという才女であり、一方の主人公は魔法はあまりお上手ではないが、唯一時魔法だけ使えるという感じの女。ある日、姉が婚約者が飽きた件だからお前に譲るわって感じになって、なんやかんやあってこのイケメソのメインヒーローと婚約、ここから時魔法を使って無双し始めたら、いろいろなドタバタイベントに巻き込まれるという漫画。漫画としてゴイスーって部分はこの姉の存在であり、この姉は存在で、テンプレ通りの悪役霊嬢っぽいムーブをしているのだがなぜか憎めないキャラで出しており、例えばプライドが高すぎる上に、時魔法を使える妹に嫉妬して婚約者をあげるって逆走したりとかそんな感じなので憎めないキャラしている部分がベネというかお上手。カマセイヌとかって、ただただクズにだったり、嫌みったらしいキャラクターに仕上げればいいのぜ。だけど、この嫌なキャラクターをこいつ面白いな、とか嫉妬が愛らしい感じに仕上げることができる作家って普通にすごいと思うのぜ。映画の電車男って主演の電車男はキモータなんだけど、このキモータ王は、ちくわって感じじゃないギリギリ好感度が持てる程度のキモータに作った映画はすごいってブログ記事があって、本当にそんな感じで、スレイヤーズスペシャルに出てくるアメリアの姉のナーガってキャラクターが出てくるんだけど、こいつもこの漫画の姉と同じでカマセイヌキャラというかお邪魔キャラっぽい感じなんだけど、いい感じの憎めないキャラで出していて、バランス感覚というか、キャラデザガチでゴイスーだと思いました。丸、洗脳されかけていた悪役霊嬢ですが家出を決意しました。これもナロー系って感じの作品。内容は貧困法制な霊嬢で、王子の婚約者候補の貴族の女が主人公。こいつの婚約者の王子は浮気症の思わせぶりなクズだが権力者であり、なおかつ主人公の女は典型的な DV 夫に尽くしちゃうダメ女って感じの性格設定しているのでお似合いのカップル。で、この主人公のとっちゃまが主人公のダメ女にお前、王子の婚約者候補に嫌がらせしてこいや、という意味不明なことを言われて、それをいやいや実行した後に、自分が乙女芸の悪役霊嬢に転生したことを自覚。ダメ女な性格は治らないが、この後なぜかダメ王子が日ごと寵愛をしてやるよ、みたいなことからクズ父親の家から脱出してダメ王子の王宮に保護されて、よくわからない恋愛をたしなむというようなよくわからない漫画。漫画としては、最後のオチで多分そうなるんだろうなーって部分に行きたいく作ってる作品なので、まあそうしたいんだろうなーというのは伝わるのだがいかんせんナロー系クオリティで、シナリオラインがお上手ではないのでチグハグ。だけど、ナロー系の面白いところって素人っぽいというか素人の私小説をたしなむ部分だと思うからこの漫画はこれでいいのぜ。まあ、おまんじゅう的に思うことは主人公は割と運命を他人に委ねるタイプの人間であり、例えば自分で銭を稼ぐ方法を見出すとか、一人でサバイブできるように訓練するってことをせずに、ただただ王子の口約束である、自分が保護してやるよ、という口約束を信じて楽な方に流れるタイプ、依存症がゴイスーな、こういう人が DV 男やダメ男に引っかかるんだろうなって感じ。何よりも凄まじいのは、この主人公は前世の記憶持ちなので、前世の人生経験持ちなのぜ、なのにこの手たらくっぷりが凄まじいの一言なのぜ。浮気症の男の、自分の嫁にしてやるよ、ほど信用できない言葉はないと思うんだけどね。まあ、そんな感じで、この漫画に出てくるような、こういう男を信用してはいけませんよという感じの学べる漫画であるし、何かの漫画で、男運がない、というのは典型的なダメ女の言い分よ。男運がないんじゃないの、あなたの見る目がないのよ、という感じのことを言ってたんだけどまあそんな感じのナロー系っぽい感じの漫画。一応最後までオチを見れば、この王子がチャラ男じゃないってことのオチになるんだと思うのぜ。伏線も入ってたし、で、この浮気男がそういう振る舞いをしているってのでシナリオの山を作りたいってのもまあわかるのぜ。でも、その山に対して主人公のダメ女が、それでもチャラ男は私に優しくしてくれたし、みたいなので乗り切る感じがマジでモンゲーのぜ、めっちゃ面白いのぜ。ずっと専用服やっている女性ってまあそれはそれで、働くってストレスからは解放されるからメリットはあるんだけど、でも熟年に入って音楽性が合わなくなる時に専用服だとバンドの解散ができないから、働いてて、いつでもバンド解散できる状態に自分をしておくってのは、それはそれで賢い生き方なんじゃないかな？
って思う。自分の人生を他人に依存するってのはうちらおまんじゅうたちからしたら絶対にできないし、凄まじい選択なのぜ。まあそんな感じのことを考えさせられた素敵漫画。個人テーマは、長生きしたで賞をもらったので異世界転生して好きにスローライフをするという感じのジャンルのナロー系作品。シナリオは長生きして大往生した主人公の男が、異世界転生する権利をもらって、アイテムボックスとかの一通りのチートをもらった後に異世界転生、異世界の孤児としてスポーンした後に、孤児院に引き取られる、そこから成長して、孤児たちのために、素材収集だったりモンスターをテイムしたりしつつ孤児院の体質を改善するというシムシティ系の作品。作画から醸し出されるようにこれといった特徴のない電車内の暇つぶしにちょうど良い品質の漫画。ナロー系作家目指しているならまずはこれからって感じの作品なのぜ。千里の道も一歩から。